2012年の3月、ちょうど震災から1年後ですね、に大きなこういった展示会を開催したんですけれども、その時に展示のお手伝いをしたボランティアがですね、集まりまして、その展示会が終わった後から、思い出会議という団体を立ち上げて、仙台市から引き継ぐ形でこの授業を行っております。ですね、写真で言いますと約20万枚を展示しております。その他の賞状ですとかそういったものもあるんですけれども、賞状が約1600枚ですね。でその他の思い出の品々、ランドセルとかトロフィーだとかそういったものも多数あります。そうですね、やっぱり写真見つけて持ち帰られる方の姿を見たときにやっぱり一番やりがいは感じますけれども、そうですね、やっぱり一番重い写真というか、そういうのが亡くなられてしまった方のお写真を、唯一の形見になるかと思うんですけれども、そういったものを見つけられた方もいらっしゃいますし、あとはお子様の小さい時から の成長記録のアルバムとか、そういったものを見つご両親が見つけてとても喜んで帰られている姿とか、やっぱりそういう家族の絆といいますか、そういったものを感じるときに良かったなと思います。皆さんお家流されて、全てなくされてますので、やはり1枚でもこう写真が見つかると喜ばれるんですけれども、ただやっぱりその単純な喜びではないといいますか、あの火がなければもちろんこういう事態にもならなかったっていうこともやはりちょっと心の中に蘇る方もいらっしゃいますし、見つかってよかったですねの一言ではやっぱり終わらないようなこう複雑な思いはいつも持ってます。もしかしたら写真がないとも諦めている方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まだまだ多くの写真が残ってますので、ぜひ一度足を運ばれて探してみていただきたいなと思います。なかなかやっぱりまだ生活再建もままならない中で足を運ぶのが辛い方もいらっしゃると思うんですね。私たちこれからも活動を続けていくつもりですので、ぜひ皆さんの心が落ち着いた時に足を運んでいただきたいと思います。